とお団子の理由はやっぱ八期やからお団子なんですよ。泉ちゃん可愛い、ありがとうございます。めっちゃ揺れる。ポンギンさんハートとマイクありがとうございます。ゴールデンマイク美味しいです。萩野美希さん花束ありがとうございます。そう今日はねおんまゆになってから初めて公演なんですけど、めっちゃメンバーにいじられます。視界良好。あやぷん、昨日あやぷんやったんですけど、会って一言目がめっちゃお前でくさーって言われました。笑いながら。本人さん、ラブレター、ありがとうございます。え、似合うのやつもありがとうございます。すごい、やった。ね、おめえいいよね。かっこいい、ありがとうございます。草って言葉に出して言う人、え、結構おるで。みんなも言うもん。かわいいもん、ありがとうございます。めっちゃおめえで草ハハハって言われました。ね、ひどい、ひどいですよね。ゴーゴー？何やろこれ、ありがとうございます。初見の反応それ正解やと思う。ほんまに？みんな普通やねんけど、みんなさ NMB 入る前ずっとこれやったからさ、全然草って言われるような髪型じゃないとないんですけど。でもお前は前髪、今日前髪のセットの仕方がむずかった。どうしたらいいと思って、伸ばしすぎたらさ逆に芋っぽくなるから、どうしたらいいのと思って、ちょっとピュッてやって終わりました。泉ちゃんペンライトありがとうございます。そう、お前です。今日アミにもヘイミーの短いと言われました。でも一番言ってきたのは弥生です。でも西馬も昨日いたんですけど、西馬がめっちゃねじーって見てくるから、なんやろうと思ったら「お前かわいいです」って言ってくれた。ポンギーさんアイスありがとうございます。やよ褒めてくれるっていうか意地悪だ。え、お前言うじゃんみたいな。風呂敷とハートありがとうございます。でも西馬も前髪切ってた、短くなってた、ちょっとかわいかった。西馬が褒めてくれたんです、この前髪を。西馬の声で褒められるとなんか嬉しいね。可愛い西馬めっちゃおもろい。昨日ずっとさしおんさんのさ卒業やったからさ、なんかずっとピエンみたいな顔してて、めっちゃ可愛かった。なんかみたいな、ずっとしおんさんに会いに行く前も可愛い。
そう、西馬その絵文字似てる、わかるわ。なんかさ、西馬さおもろすぎてさ、なんかめっちゃさおもろいってさ言ってるけどさ、 TikTok とか西馬出てるの見たら普通にめっちゃ可愛い。なんか前髪短いな、改めて。お前にお団子にしました。タオさんマイクありがとうございます。自分で切ったそうやねんけど、これね、一応美容室行ったんですよ。なんかお前にするってなってさ、自分で切ったらなんか この辺までになりそうやからやし、 NMB 入るまでは自分で切ってたんですけど、 NMB 入ってから前髪自分で切ったらあかんかったから、あの感覚、自分で前髪切る感覚が今分からへんからめっちゃ怖くて美容室行きました。一発目にさ、お前にしようと思わへんくて切ってお前やったこと何回もあるからさ、一発目に失敗したらもうあかんから、うん、次から自分で切る、多分この辺かな。でもなんか案外みんななんかバカにされると思ったら、バカにはしてくるけど、みんな可愛いって言ってくれるから、もしかしたらまたお前するかもしれん。もうしないですとか言っちゃったんですけど、もう場面でもしかしたらするかもしれへん。またさん、ハートありがとうございます。アメさん、誰もありがとうございます。どうですか、おまゆ。ポンギーさん、尊いありがとうございます。なんかくしゃみれそう。いい、お前いいやろ。8月14日 M 公演、そうなんです、8月14日 M 公演にまたぎさせていただきます。ポンギーさん1000万円 ありがとうございます。ともひこさんもなんかテープありがとうございます。めっちゃ可愛いってみんな言ってくれてる、ありがとうございます。あめめさんハートありがとうございます。嬉しい嬉しい。M 公演さ、なんかなんちゃらなんちゃらなんちゃら、なんか他みたいになやつやな。タオさん、あのヤシの実ありがとうございます。アメさんもハートありがとうございます。アメコさんもテープありがとうございます。星もボンギーさんありがとうございます。そう、M 公演楽しみ。え、じゃあ聞いて、めっちゃ迷ってることがあってさ、めちゃめちゃ迷ってることがあってさ、 M でおろしの髪型ハーフツイするかせえへんか、めっちゃ迷ってる今。めっちゃ迷ってる。なんかB2 は熱すぎんねん。
しんどいから B2 はもうおろし一生しないと思うんですけど、さっきねリサが M でハーフおろし系やっても全然いけたって言ってたんです。でも M の衣装って長袖とか、長袖っていうかちょっと長めとかさ、布多いじゃないですか、制服系やから。あ、そう、あの M 公演でハーフ通用するかしないかって話なんですけど、あのめっちゃ迷ってて、もともとさ固定ヘアがツインテールでさ全部上げてたからさ、体勢なんていうん、あの対抗なんていうんがないんですよ、おろしへの。え、そう、暑すぎてファーってなんだ、ちょっと嫌なんで、慣れてない。そうでもハーフツイン大好き人間なんですよ。ハーフツイン大好き人間なんですよ。だからやりたいのは、やりたいんですけど、どう思いますか？そう、アプリね、夏やからそれが怖くて迷ってんねん。なんか普通にポニーテール前やったから、またクマとかでもいいかなとは思ってんねんけど、めっちゃ迷ってる。どうしようかな。待って、でもこんなん配信でやったらするとか言っちゃったらさ、せえへんと赤くなるやん、心変わりできひんやん。そう、おさぎもやりたいんですよ。なんかそのみおちとかさくらがやってたぐらいのやつもやりたいねんけど、なんか M は盛りたいんですよ、衣装が好きやから。迷ってます。ハーフツインやりたいな。でもハーフツインっておろしの髪型の中でもトップで熱いと思う。こういうさハーフポニーやったらさ、もうほぼ髪の毛ないからワンちゃんいけるけど、ハーフツインはもう全部髪の毛やから熱いねんけど、みんなハーフツインやりたいやりたいって言い続けてさ、まだ1回しかやってないねん。だからやりたいねんけど、え、需要ありますか？ハーフツイン需要ありますか？ある？ほんまに？じゃあちょっと直前で決め、なんか一応やるって思っといて、でリハで「でもあっつ！」とかなってたらやめます。じゃあなんかどんぐらいやろな、前リサが B2 でやってたぐらいのやつでやります。多分これで全然違う髪の毛で出てきてたら忘れてるか使ったかどっちかなんで、ごめんなさい。お下げツイン派もいるのか、え、迷うねんけど。じゃあお下げもまた B2 でやります、次出るときに。でとりあえず M はハーフツインでいきます。頑張るぞ。お疲れ様です。え、マジですか？来てくださいね皆さん。
頑張るわ。で、ほろほろランキング読みます。13位あっこちゃんさん、ありがとうございます。12位つつみさん、ありがとうございます。11位サムさん、ありがとうございます。10位まさしさん、ありがとうございます。9位さぎのみきさん、ありがとうございます。8位あべべさん、ありがとうございます。7位きよふみさん、ありがとうございます。6位ひなぴー、ありがとうございます。5位いずみちゃん、ありがとうございます。4位焼き鳥先生さん、ありがとうございます。3位たおさん、ありがとうございます。2位ポンギンさん、ありがとうございます。そして第1位ともひこさん、ありがとうございます。じゃあ M 公演はハーフツインをする予定で頑張ります。バイバイ、ありがとうございました。頑張ります。